と、Hey guys, my name is Vas, my nice to meet you. 改めまして、推しはゴールドシップ、北サンブラック、ツインターボ、大宅ヘリオス、ハルララ、タマモクロスのワサモンです。よろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、ウマ娘プリティダービー第7レース、約束です。まあ、まず先に言っておくと、今回から後半に入りますね、もう。で、今回の見方としては、まずシーズン1の第12レースまで見て、それから、ウマ娘プリティダービーシーズン2の方を見ます。前話。こっちは前話。シーズン2は前話見て、それからまたこっちに戻ってきて、最終回の第13レースを見てみようかなと思っております。なんでね、もう今回から、後半の方に差し掛かります。で、前回の第6レース、天高く馬娘もゆる秋はファン大感謝祭でしたね。でその後にまた毎日王冠があって、でそこは鈴鹿の勝利で終わることができました。いやー面白かった。なんでね、今回の第7レースがなんか割と険しいやつだったかな。意外とその細かいところの内容とかは覚えてなかったんで、多分ほぼ初見と同じような感じで見ることができるんじゃないかなと思っておりますのでね、もう早速見ていこうかなと思っております。もしこの動画が良かったなと思う方は高評価、グッドボタンの方とチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてツイッターもやってるので、ツイッターのフォローもぜひよろしくお願いします。それでは早速第7レース見ていきたいと思います。さあ誰がいつ走って結果がどうなるとか覚えてないんだよな、あんまり。よし、それでは、D アニメストアの方で再生していきます。3、2、1、スタート。どうしたスペちゃん、あら、おたべ、生八つ橋じゃない、おたべでしょ。やけ食いよ、やけ食い、しょうがねえよな、そういう日もあるよ。キングヘイローも出てたのね。天皇賞だ。ジャパンカップ、ジャパンカップの後にアメリカ行く。約束してんだよな、ここでスペと一緒に走るっていう約束をしてんじゃん。もともとのお話っていうか、あれだと本当になんかこういうアメリカに行く予定ってあったんですか？馬に詳しい方々にちょっとお聞きしたいんですけど、何だったっけな、いや、なんかその海外の馬と走るやつがあるのは知ってんだけど、それに選ばれる基準とかもよく分かってないし、あ、何だったっけな、いや、なんか誰だっけ、なんか誰かが海外行って
やってんのは知ってんの。馬娘ではなく、あの実際の競馬で、なんかそれは見たことあるんだけど、競馬ってオリンピックである？知らないけど、なんかそういうやつない？ワールドカップみたいなやつ、いろんなところの馬がやってきてやるやつあるでしょ。それは知ってんだよ。じゃあもう鈴鹿ってそんだけやっぱ強かったんだな。あー始まっちゃう。第7レース約束、本編開始。山打倒リギル。お腹が出てる。3時間でいける。早い、もう行っちゃった。あ、ない。心配だ、大丈夫かな。TM オペラ王。うん、合ってた。グラスワンダー、マルゼンスキーっていたっけ。マルゼンスキーの方が早いの？マジ？あら、うん、シアマネイさん、シアマゾンもやっぱ好きだね。カイト。なんか聞いたことあるな、凱旋門賞。間に合ってんのかな。怖い。あ！痛い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 。入浴マナーを大切に。
ほう、そうだったんや。6着だったの。大変だ。大丈夫かな。2ヶ月分。とんでもねえな、おい。かわいい。みんな食べ過ぎだよ。寝ちゃった。起きてた。あ、今後どうなってるか分かるから辛い。アイキャッチサイレンス鈴鹿ビーバード天皇賞だ。え、なんか髪短くなかったね。別の馬娘かな。あー、もう、あー、もう、メジロライアンじゃないか。ナイス姉ちゃん。エルコンドルパサー、わっ、ウイニングチケットだ。シアマ姉さん、鳴りやまんな、ほんと。こんな感じなんだ。死んでこい。
かっこええ、わあすごい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 、みんな早いんだよな。でもそもそもとして、はいはい、うん、え、早っ、すごすぎん？わあすごい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 。ああすごい。何早い？超早い。相当早いんだろうな。すげえ。そんな早いんだな。ほう。またこっから速くなるの。化け物じゃん。え？え？え？この輪だった？この輪だったっけ？嘘だろ？え？ここだったっけ？え？ちょっと待って、ここだっけ？つらいつらい、ここだったっけ、天皇賞だった、こんな早かったっけ、もっと後半だと思っていたけど、わあの黒。
回見たことあるのに、あんな楽か。なんかもう、でもあれなんですよ、実際の方ではもうその後走ることはなくみたいなやつでしょう。これちょっと見るのしんどいだろうな、実際の映像とか多分あるとは思うけど、これ見るのはきついな。病室でスペがずっと待ってるのも良かったし、あの四つ葉のクールオーバーのしおり渡してるのも良かったし、ゴルシがマックインに神ってつけてこう後ろで緑のターフを走っとる、しかもアメリカのレース場だっていう、ゴルシなりのそのおちゃらけた感じだけど、お前はまた走れるよっていうのを伝えるのはめちゃくちゃ良かったし、スペも誰よりも先に鈴鹿のところに行って、でトレーナーが左足をつけるなって言ったらちゃんとそれ通りにこうやって、あそこで約束したじゃないですかって言って、私と一緒に走るって、しんどい、一回見たことがあるはずなのに、それでも泣いてしまう。馬娘めちゃくちゃいい馬、細かいところは忘れてた、鈴鹿が故障するっていうのは知ってたし覚えてたんだけど、第7話だったんだ。そしてこんなことになるとはって感じだ。結構きつかったな。覚えてはいたけど、やっぱり来るもんはあるよね。第7レースめちゃくちゃ良かった、はい、もしこの動画が良かったと思った方は、高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてツイッターもやっているので、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。ということで、ウマ娘プリティダービー第7レース約束でした。ありがとうございました。